カオリンだ。はい、ということで今回もご飯を食べにやってまいりました。ということでね、まあ題名とかサムネイルで分かったと思うんですけど、今回もねやってまいりました。2度目のツッキーです。で、ね、今回ツッキーなんで2度目やってきたかというと、以前ね、まあどんな感じかっていうのを説明したんですけど、今回はちょっと食べ方を変えてみたいなと思いまして、今回ね2回目ツッキーやってまいりました。今回はねちょっといろいろ調べてきたので、ちょっといい食べ方を紹介したいと思います。で、前回は井出店に行ったんですけど、まあ、ツッキーはね、チェーン店で結構どこにでもあるので、皆さん好きなお店を選んで行っていただけたらいいと思います。そしてツッキーってなんかまた新しいメニューというか材料が出たので、それも食べに来ました。はい、それでは今回は2度目のツッキー行ってみたいと思います。 GO!はい、ということでね、まあ、今私が、まあ、1回来たことあるって言ったから説明がそんなに詳しくなかったんですけど、まあ、初めて来たっていうと、まあ、こうやって作ってこの器は何でとかね全部説明してくれます。とりあえず、まあ、私が説明するとこの丸い取っ手がついてるのが揚げ物だったっけな。とりあえず野菜とかお餅とか材料系中に入れるのはこの大きいねお皿くれるので、これで、セルフバーから取ってきます。で、あとはなんか大きいこの何これはユクスって言ってスープって言ったような出汁が入った水が入ってますので、水じゃないので飲まないように注意してください。で、まあ、初めてねこれ見る人もいると思うので簡単に説明すると、セルフバーから全て食べ放題、それから、やはり自分で全部材料とかを合わせる感じです。で、もちろんソースも自分で合わせるし、トッポギの材料の他にもおでんとか、あとはラーメンとかもあります。それではね、セルフバーの方少し見せていきたいと思います。はい、じゃあこれがトッポキお餅系になります。まあちょっと長いお餅とか平たいお餅とかスジエビとかもあります。待って、私の好きな茶色のお餅がない。マジか、店舗によってこんなに違うの。とりあえずお餅系と、あとは野菜系。スンデとか卵もあります。あとはラーメンもあります。それからこちらおでん、おでんも食べ放題です。はい、じゃあこちらラッポキにする人用の乾麺と、それからタンミョンで、こちらです。私が今日このために来た、じゃじゃーん、はい、チョウタンミョンがね新しく入りました。もうこれが食べたくてしょうがなかったんだよね。今日はこれ入れていきたいと思います。あと春雨的な、法的な、よくわからんけど、そういうのもあるし、オクンキムチとか、おもも、大根、ピクルス、海苔、まあ、オクンパピオのご飯とかね。あとこちら、トッポキには欠かせない揚げ物系です。揚げっぽいやつ。それから、まんじゅう。じゃーん、はい、ソースがあります。で、このソースを自分で組み合わせて、トッポキソースを作るんですけど、何なんだかわからんよって人は、ここにね、はい、レシピがあります。韓国語読めなくてもこの韓国語を韓国語と思わずに、この形、文字の形を見ながらね、これと、はい、合わせていったらいいと思います。まあ、辛さもね、全部唐辛子で表示されているので、一番辛くないやつとかもあるので、ここで作ってみてください。で、このセルフバーに全部必要なものは置いてあります。まあ、ハサミだったりとか、ポクンパピ用のしゃもじだったりとか。で、この平たいやつに揚げ物を入れます。はい、ということで、まあ、セルフバーがざっとこんな感じで、もう本当に、ね、自分の好きなもの、好きな材料だけひたすら食べれるっていう感じです。で、さっきソースを見せたんですけど、ソースもね、辛くないソースだったりとか辛いソースだったりとか自分で全部作ることができます。で、制限時間内だったら、ね、いくら食べてもいいので、まあ、途中でね、味変えたくなったりとかソース変えたくなったら店員さん呼んで、すいません、これ変えたいんですけどって言うと、この前のね、お鍋をこう新しいのに変えてくれるので、味の変更はいつでも可能です。で、今回ね、やってきた理由が、前私は普通のソース
一番スタンダードなやつにもういろいろ自分の好きな材料を入れて食べ放題で食べたんですけど、今回ねインターネット見てたら美味しいソースのレシピみたいなのをね見つけまして、今回はそれをね何個か抜粋して作って食べていきたいと思います。もうこれがやりたくて来たみたいな感じ、これと中国タンメンが食べたくて来たみたいな感じです、はい。でね、まあ、ソースの説明もね一緒に動画内でしていくので、ぜひね気になった味トゥッキで作って食べてみてください。それでは材料持ってきて作っていきたいと思います。今日作ろうと思ってたソースの3つのうち2つがクリームソースが必要なのに、ここの店舗クリームソースがない。ナイス。この状態でまずやらなきゃいけないことは、よくその重くなるが速攻抜き、今日これめんどくさいのでちょっと飛ばします。この状態で先に野菜入れて、野菜からこう野菜の味が出るまで待つということで、野菜入れていきたいと思います。まあ、ソースを変えていくのでちょっとあの材料少なめで1回目食べていきたいと思います。でこの待ってる間にいっぱい食べれる人は、おでんをね持ってきて食べたりとかするみたいです。だんだん野菜がね死んできたら、お餅とおでん、それから麺を入れていきます。スジエビとかおでんとか中国タンメン、で スンデとハムは最初に入れない。なんでかっていうとすぐお腹いっぱいになっちゃうから。あーソースを何個か持ってきてつけて食べるんだって。一個ずつつけて食べるとどの味が自分に合うか分かるんだって。やば、もうできたんだけど。ということでじゃあね、私はソース持ってきたのでここにソース持ってきたので入れたいと思うんですけど、私が今回持ってきたのはトゥッキー入門者コース、トゥッキーの入門者コースです。とりあえずねトゥッキーを2回とカレー1回とトップも 0.5 と、プンジュン 0.5 で、これがなんかもうあんまり好みが分からないソースらしいです。ということで入れていきたいと思います。あ、割とカレーの匂いが。そして見て、今日の私のハイライト、チャーンで中国タンメン。やべ、揚げ物入れるんだ。それではね、トゥッキー入門者コース食べていきたいと思います。なんかね、結構匂い的にはカレーの匂いがねちょっと強め。おいしい。なんか確かにカレーの味強いけど、私的にはそこになんかトゥッキーの黄金比率的なんていうの、それよりもこっちの方が美味しいかも。でもやっぱ基本的にカレーの味は強いかな結構。ということで、今日のメイン中国タンメン食べていきたいと思います。うん、わあ、超もちもち。なんか想像以上に美味しいんだけど、やばい。つるつるもちもちみたいな。なんかやばい。あんな見た目だけど全然なんか。ところてんとは違う。もう超もちもち。ではキンマリーです。うん、中がタンメンで、相変わらずさつまいものうまさ、この歌のせいでさ、小学校の頃給食当番の時スープ系やらせてもらえなかったからな。それでは私1回目はトゥッキーインムンチャコスっていうのを食べたんですけど、まあ、ちょっとだけ辛いけど辛ラーメンよりかは辛くない感じで、割とねカレーの匂いってカレーの味がちょっと強めでした。でもまあなんて言うんだろう、無難な味、まあ、誰でもなんか食べれるなんかトッポッキの味かなっていう感じです。じゃあ
2つ目、黄金比率トポッキを行ってみたいと思います。これはトッキーを2つ、ちょっと待って、クリーム必要じゃん。ここで作れるあと1個のソース、ザーザントポッキーソースをね、作っていきたいと思います。でザーザントポッキーは、全く辛くないので、辛いの苦手な人、全く食べれない人はザーザントポッキーソースで食べたらいいと思います。ザーザンソースを1、チュクトクソースを1、それからクンジュンソースを1で、111って感じで、超簡単だね。じゃあ作っていきたいと思います。なんとですね、ザーザントッポッキソースを作るチュクトクソースもなかったので、しょうがなくチュクトクソースの代わりにトッキソースを入れてきましたが、この美味しいソースとはまた違うものになってしまった。味が薄いのかな、おでんの味なんか強い。なんか、ジャーザー麺の味がしない。そんなにジャーザーソースの味も強くないし、すごい辛くもないし、なんかちょうどいい感じなかったからテキソース使ったけど、そこまでジャージャンジャージャンしてなくて、おい、いいかも。トッキっていうの前の意味が、ハンキっていうのが、ご飯一食、一食って意味なんですけど、トッポッキで一食、次にポックンパップ食べて二食って意味で、トッキっていう名前らしいです。じゃん、はい、ということでね、今作りたかったソースが4つのうち3個が作れなくて結構衝撃的だったんですけど、今回ソース作るという目的もあったんですけど、チョータンミャンっていう、新しく出たさっきの太い麺も食べに来た、それもね目的だったので、大満足っていうまではいかないけど、ずっと気になってた、もう1年近く気になってた味を分かったから、いいかな結構ね、やっぱり韓国あるあるで、チェーン店なのになんか内容が違うみたいな結構あります。これから今回新しく出たっていう中国タンメン、絶対食べてほしい。ということで今回はトッキー2回目になるんですけれども、新しく出た新商品中国タンメンと、それからね、お店にはない美味しい組み合わせ、美味しいソースの組み合わせの紹介でした。今回の動画お役に立ちましたら、高評価とチャンネル登録お願いします。それからコメントも全て読んでおりますので、コメントもよろしくお願いします。概要欄にもね、いろいろ追加情報など書いてありますので、概要欄のチェックお願いします。それでは今回もご視聴ありがとうございました。그러면오늘은여기까지終わり。